私たちの財団に入っている方々というのは基本的には各県の各地域の、各その地元でずっと長く育んできた建設会社で、地域の人たちとずっとこう家を建てた後にずっとその住宅をお世話していくという人たちの中でネットワークを作っていこうということで始まったんですね。住宅革新財団の役割というのはこの大手のハウスメーカーや大手のビルダーというところと同じような規模ではないんだけれどもネットワークを作ることで同じ規模のサービス、情報、コスト、そういったものをご提供できることを目的としてですね始めているということになります。私たちはこのネットワークの中で住宅革新財団の活動の中でですね基本的にはどのようにそれを共有できるのかどのように標準化できるのかそれをどのように仕組み化できるのかこういったことをですね日々話し合って学び合ってということをしているんです。やはり当然お客様に感謝するのはお仕事ですから当たり前ですけれども、一緒になって住宅を作っていただける協力業者さん、それからそこに資材をご提供いただける、販売店さん、それに対して、商品を作っていただいている資材を作っていただいている建材メーカーさんという部分がですねやはり同じ立ち位置で同じ目線でこれから何をしていくのかということを話し合っていかなきゃいけないというところにあるわけです。それぞれの人たちのおかげでいろんなこの仕事ができるんだという感謝の気持ちをですねベースには持たなきゃいけないということになるんですね。それを進めていく上でですねこの今までの家づくりという仕組みそのものが根本的に変わっていくということになるわけですから、私たちはこれからの住宅を作っていく上ではもう変革の時代に差し掛かっているということをですねしっかりと認識することが必要なわけです。これを進めていく上では変わらなきゃいけないんだという前提論を全員が共有することが重要なのでやはり変革という部分をですねみんなでしっかりと持ち合おうということになるんですね。そしてその人たちと目線が揃ったところで何をしていくかということになるとこれを一緒に作るんだというこういった気持ちが重要なので競争ということになるわけで感謝、変革、競争とこの3つの大きなキーワードをですね掲げてそれに対して向かっていこうということで住宅革新財団としては理念に掲げました。ワークホームとしてはですね今住宅革新財団のオリジナルブランドとしてまず最初の商品としてですね打ち出しをしました。住宅を買うということも非常に慎重で厳しいということもありますのでコストの安くてしかも国が打ち出してきたのが長期有料住宅ですからハイスペックな住宅ということを求めているわけですからそれに対してどのようにしていくのかということをですね一つの基本テーマで置きました。今後住宅革新財団としていろんな商品が出てくる可能性はあると思うんですが今はワンズホームという一つの商品ですけれども今後はその会員の中でみんなで話し合っていく中で、もっともっと大きな商品ができるかもしれませんしいろんな可能性はこの中で、生まれてくるんじゃないかなというふうに思っています。自分だけが成功してるんだということではなくて共に成功するんだという考え方でこれからやらなければいけないわけですから実際には家を建てられるお客様が喜んでいただかなきゃいけないわけでそのためには今までのもうバラバラでしてた住宅家づくりをみんなでいかに仕組み化するのか標準化するのかというところをですね追求していかなきゃいけないわけです。こういったことをですねやはりこれから住宅革新財団は日本の家づくりを変えていくためにどのようにしていくのかこのネットワークをどのように生かしていくのかこういったことをですね考えていかなければいけないんじゃないかなと思います。私たちは全国のプロが集まってみんなで話し合っているのでそれに対してしっかりと商品一つ一つを吟味していい商品をどのようにしたら安くできるかということを徹底的に研究しています。ですから、ぜひ、お近くの住宅革新財団の会員さんのところにですね行っていただいてお話を聞いていただくとそういった部分で間違いない家づくりが何なのかこれからの家づくりが何なのかこういった部分が分かると思いますから、ぜひ一度ご来場いただいてお話を聞いていただけたらなというふうに思います。